で、このことに気がつくために何度も何度も人が生まれてくる。ね、いいかい？うちの会社に、私の弟子にみっちゃん先生っていうのがいます。みっちゃん先生は、犬とか猫が大好きだからすっごく可愛がる。可愛い可愛いっていう。猫ってすごい可愛いよねって、それは違うよって。みっちゃんが猫を可愛いと思う気持ちを持ってるの。だから猫を可愛がるの。だから猫嫌いな人から見てゾッとするほど嫌いなんだよね。だから猫の問題じゃないんだよ。だから、あなたが劣等感を持ったのは、親が未熟なの。親が子供を劣等感を持つ程度しか育てられなかった。でもはっきり言うけど、そういうとこへ生まれた子も自分が親になったら同じことをする子な人なの。だから別にあなた被害者なんじゃないんだよ。どっかで誰かが気づけばいい。それから課長やなんかでどん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 怒鳴ってたり怒ったり、いや嫌だなって、俺はなんでまた怒られるんだろうじゃない。怒ってる人に、この人は相当劣等感がある人なんだ。気の毒な人なんだなっていう顔で見ててみな。怒る人やめちゃう。だってバレてるんだ。ね、劣等感を持ってる人ってのは、自分が劣等感を持ってるということがバレるのが一番嫌なの。だから、もっと弱そうな人を探してるの。もっと未熟な人を探して怒ってる。ね。だから、お父さんが帰ってきて、橋の上げ下ろしから、ね、お前がね、俺も疲れて帰ってきてるのに、こんなお前の態度じゃね、しょうがないし、俺は家庭を大事にしてんだよ、大事にしてんだよってふりする人に、あんたなんでそんな劣等感持っちゃったのって言ってみな。一発で治っちゃう。だって見抜かれてんだもん。で、どっかで、あなたに劣等感を植え付けた人がいるの。それで、それは何ですかって、どんな風にして劣等感を植え付けたんですかっていうと、暴力とかそういう分かりやすいのは少ないの。それより、親のがっかりした顔なの。ね。がっかりしてから、立ち直ったように、でも大丈夫よ、お母さんがついてるか。その、がっかりした顔が傷つけるの。それで傷ついてきたの。だから、うっかりいい子になっちゃうと、意外と最初から成績がずーっと悪かった子とかっていうのは、意外と、親のを期待してないんだけど、ちょっと昔勉強ができたとか、良かったとかっていう方が、で、期待し、その落ち込みが激しいのね。で、期待、なんていうのかな。期待してあげることが愛だと思ってるの。愛とはそういうもんじゃないの。あんたが運動会で一着になろうが、ペケだろうが、ね、お母さんあんたのこと大好きだから関係ないから。ね、学校の先生が一番だろうが、ペケだろうが、私にとっては世界で一番かけがえのない子だから、私にとってはあんな細かいことは関係ないんだって。神様があなたを授けてくれただけで私は最高だからって。これが愛なの。それ、うちの子はいい子なのよ。うちの子は何なのよ、勘なのよって。ね。で、いい子だしか、時しか褒めないの。わかるかい？ね、だから、あなたがコンプレックス、要するに劣等感を持ったのはあなたのせいじゃないんだよ。周りが未熟なの。どっかで誰かがこれに気づけばいいの。それで、未熟な人っていうのは、例えば夫婦ね、恋人同士でもそうなの。未熟な人の特徴っていうのは、自分以外の世界で奥さんが楽しい思いしてくると、劣等感のない人は友達とこう行ってこうでカラオケ行って楽しかったのと、ああよかったねって言うの。ところが劣等感の持ってる旦那だと、なぜかものすごく俺のいないとこでどうやって楽しんだんだよ。そのことすごく嫌がって怒るの。
だから PTA で酒飲む行こうかカラオケ歌ってものすごく楽しくても帰ってきた時に楽しくないふりしなきゃいけないの。例えばもう嫌になっちゃう、あんなもん私二度と行きたくないのよ、辛かったのよって言わないと喜ばないのね。そうするとそんなこと長く続けたらくたぶれちゃうからもう別れちゃおうってなるの。でも別れられた旦那はなぜか気がつかないの。いや奥さんでもいるの、あんたばっかり楽しくていいわねとか、人が楽しかったのは良かったねって言えばいいのに、それを言えない雰囲気を作るの。で、それは何でですかって言ったら、あなたの中に劣等感がある。だから、お父さんとか親が劣等感のある人の特徴っていうのは、愛という名の暴力を振るう人っていうのは、獲物を逃がしたくないの。子供が獲物なの。気がついてないけどそうなの。そうすると子供のことをネチ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 ずーっと、もっとしっかりしましょうねとか、お母さんがついてるからねとか、要するに重圧をかけるの。かといってもこの獲物を逃がしたくないの。だから子供が自立しようとか独立しようとかって言うと邪魔したり、適当に困るって、要するに与えすぎると逃げてっちゃうから。逃げない程度のお金あげるとか、それでネチ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 ずーっとやってるの。で、女の人は最後の最後、もう逃げ道は二つしかないの。病気になるか男作って逃げ出すから。で、このなぜかこの男を作って逃げ出した時っていうのは、その男というのも劣等感の塊みたいなやつと必ずぐらい一緒になるの。だからこれは人は劣等感を持ってるんだって、劣等感をやめよう。自分はどんな劣等感を受けてきたんだろう。ね。で、巧妙に隠されてるんだよ、この。劣等感を与える方法が巧妙に隠されてるの。だからこのテープは、自分は人生最後のテープぐらいのつもりで一生懸命入れてるんだけど、ものすごく難しいんだよ。だってその人が幸せじゃなくて落ち込んでるんだとしたら、あんたが悪いと思わせるような周り、特に親とか育てた人、これがあんたのためよといううまい具合でに劣等感を与えてるんだよ。だって本当に周りがあんたのため考えたら、あんた今幸せなはずなんだよ。それを幸せじゃないっていうのは、親の方も気がついてないんだよ。その子供から気力を奪ってるっていうことを。で、なぜお母さんがそうなったかっていうと、親にやられてきたんだよ。だから悪いとも何とも思ってないんだよ。で、本当にあんたのためだと思ってるから分かりづらいんだよ。でも本当にあんたのことだけを考えてくれてる人が何人もいる。なぜあんた不幸なのって、おかしいよねって。会社の部長もお前のためだって言って怒ってるんだよ。だけどおとなしく言ったって分かるよね。人前で怒んなくてちょっとちょっとって、本当に可愛がってる人のことそんなことするかいって。あんたは本当は憂さ晴らししてんだよって。だ、誰かが気がつけばいいんだよね。で、そういう親のもとへ生まれてきたんだから、お母さんも大変だったねって、よっぽどコンプレックス持って生まれたんだよ、どんな親だったのって一回聞いてみたらね、絶対同じようなことされてるんだよ。で、因果を断ち切るっていうのは、そのお母さんのお母さんはそれをまたやられてた。ずっとなんだよ。どっかでこれを断ち切ればいいんだよ。ね。それで人に、人が劣等感を覚えるようなことをしないの。視覚的俺の話、ひとりさんの話みんなが聞いて喜んでくれる。肩の荷が軽くなるんだよ。ね。わかるかい？あのね、人に劣等感ってね、気をつけなよ。俺なんか大学も中学しか行ってないから、中学でって学校の話バンバンしていいんだよ。だって中学校しか出てない人がいくら学歴の話したって、誰も劣等感傷つかないんだよ。だけど俺がいい大学かなんか行ってて、お宅の学歴はって聞いた時に、相手が高校行ってるとか、高校しか行ってない、中学しか行ってない人だったら、傷つく人もいるんだよ。
ね、あ、人間の言葉の中で一番大切なのは相手にどうしたら劣等感を与えないかな。だからくだらない話しちゃダメだよって。ね、で明らかにそういうサークルかなんか、あの、なんていうの、六大学の集まりとかっていくら言ってたっていいよ。じゃなかったら人を傷つけるようなことは言わないの。ところが自分に劣等感がある人間は傷つけるんじゃない、俺が偉いんだって言いたいんだよ。だから劣等感を持ったまま出世すると、出世したから自分を尊敬してくれると思うけど誰も尊敬しないから、今度は飲み屋だとか、はい、いろんなとこ行ってへばるんだよ。でひどいのになると、自分が偉いとこを見せたいために部下を連れてって、その前で部下にこう選ぶって言われて、はいはいとかって言って、それで俺はごっそしてるとか喜ばれてるつもりでいるんだけど、そんなことされて喜ぶ人っていないだろうって。そんなことも気づかないほど未熟なんだよ。でどっかで誰かがこんなバカバカしいゲームやめようってね、よくクラブ活動やなんか言ってくると、先輩にめちゃくちゃいじめられてって、被害者のつもりで行く、被害者じゃないの。人間になるとやるんだもん。ね？それで、心の中に劣等感のない人間は、劣等感のあるところに行った時逃げようと思う。ところが劣等感のある人間っていうのは、劣等感のある上の人たちが来ると、この人たちのに好かれようとする。で合わせようとする。でそのおざばらしを今度下にやるの。それでエネルギーの均衡を保ってんだけど、下の人間が言うこと聞かないとヒステリーになるか、脳に障害を起こしたりする。だから結構よくある例が、お母さんが口うるさくて、はい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 って言って、いい子で育っちゃう。と自分が弱いからやられてたから、今度嫁が来ると、小獣としてその子をいじめるの。で、いじめているうちは、精神は普通なの。ところが、嫁さんの方が、ね、もっと魂が上で、ね、お姉さんどうしたんですかとか、何があってそんなにイライラしてんですかとかって、諭されたりなんかすると、ヒーってヒステリーが出てくる。だって唯一そのはけ口がそっちだったの。だけどその人もやめればいいの。でお母さんもやめればいいの。戦うことないの。気づいてあげればいいの。あなたにガミガミ言ってる親とか、愛情という暴力を振るってる親とか、コンプレックスがあるの。劣等感なんだよ。ね。で、自分とは関係ないの。自分とは関係ないって何ですかって言った時、親がこういうふうに言ったから自分は劣等感を持った。それは親が未熟なの。ね。で、学校の先生にこうやって言われたんですと。だから自分はこうやって落ち込んでと。学校の先生のくせにそういうこと言うこと自体が未熟なの。だって生徒のやる気出させるのが先生の仕事なのに、生徒がやる気がなくなっちゃうようなことを発言すること自体がその人の問題なの。だから自分がコンプレックスを持ったら、ちっちゃい時に持ったってことは育て方がおかしいの。で自分はコンプレックス持つのやめるの。劣等感を持つのやめて、人にもやらないの。それで終わりなの。で周りに親がそういうこと言い始めたら、お母さんなんでそんな劣等感持ってるのって。だから必ず何も持ってないわよって言うけど、持ってるの。劣等感を持ったままやると、やりたくないの。さっきのボランティアも心からやってる人は楽しそうなの。暗そうにやってる人は本当はやりたくないの。だから子供一生懸命育ててる人もいる。私は会社で同僚やなんかに一生懸命尽くしてるのになぜか好かれない人っている。楽しそうじゃないか。心から周りの人の仕事を手伝ってやりたかったら、必ず、その楽しそうにやってんだよ。苦痛そうにやるんだよ。だから子供を一生懸命育ててるの、子供に暴力振るわれたり殴られたりする人っているのね。特徴があるの。それは自分にすごくコンプレックスがありながら、コンプレックスがあるから自分は
お母さんとしていいお母さんになってやんなきゃいけないと思って義務でやってる。だから顔に楽しさが出てないの。そう、心とやってることがちぐはぐなの。それを見てると周りは絶対イライラするの。と子供やなんかブワーッと暴れ出してバカバカってやられるの。で、なんでなんかわからないの。ね。もし一生懸命やってても好かれない人、一生懸命やっててうまくいかない人、楽しそうにやってるかどうか考えて。で、コンプレックスがあると楽しそうにできないの。で、この話ね、なんでこんなに長くしなきゃいけないかっていうと、コンプレックスを与えてる方も愛だと思ってる。だから不幸は勘違いから始まる。それから足りるを知るとかいろんなテープ入れてるけど、究極的にはこの話になっちゃう。で、この話今日も入れてんだけど、もっともっと何回も何回ももっと分かりやすく話さなきゃいけないと思ってんだけど、本当に今の段階ではこれが限界ぐらいなの。親の勘違いして気がつかないので、人が不幸になる最大の原因は